してんのやっぱな、偶然発見しました日本一の巨木ということで、屋久島なんじゃないかなと思ってたんですけど、ここにあるみたいですね。ちょっと見てみたいと思います。これはあの巨木ではないんですけども、多分おそらく僕の予想では隕石がここに落ちたってことだと思うんですけど、多分月のかけらですね、月のかけらがここに着地したっていうことだと思います。すごい水が豊かな場所を見つけました。これこの水の量すごいですね。天の恵み。うわすごい。山を歩いてきました。何やら将軍杉ということで、案内板が見えてきました。すごいもう異空間ですね。ちょっと道を進めていきたいと思います。これはすげー。俺屋久島行ったことないよ。すごいよ。初めて見たぞこんなの。なんだこれ。天然記念物将軍杉。うわすごいわ。天然記念物将軍杉に着きました。めちゃめちゃすごいです。天然記念物将軍杉、日本一の杉である。推定樹齢は約1400歳ですね。大先輩です。このデカさです。伝わんないかな。ちょっと一周回れるようになってるので一周回ってみたいと思います。これが、この日本国の一番大きい木です。木の中に木が入ってます。これはですね、横幅がおそらく 7-8 メートルはありますね、目分量で。うわーすごいわ。ふーわーうわー、こうなってますよ。一本の木から 1,2,3,4,5,6,7 本ぐらい生えてますね。へー、こんなの初めて見たわ。うわー 1,2,3,1,2,3,4,5,6,7123、そうですね、7本ぐらい。うわすごいです。うわはあ、言葉が出ないです。もう大先輩ですね。地球の大先輩です。うわうわ、これこれ光ってるな。光ゴケだなこれ。東松山の光ゴケがここに飛んできたってことか。明らかに明るい空間でも光ってますもんねこれね。すごっ。日本一の木。横幅 7-8 メートル。うわー。新潟県。